もお疲れ様です。8月14日朝10時に相場を見ております。今1時間軸を見てるんですけども、大きく上に動きがあってヒゲを出して今度下の方に向かいましたよね。いやこれなんですよ。だから上昇トレンドがあるよって言いながらも様子を見るって言ったら、このね急激な下落があるんですよ。特に何か口先介入があったみたいなニュースもないんですけども、やっぱ145円っていうね、前回の、まあ、口先介入があった水準になると多くの投資家さんが資金の持ち方を変えるみたいですよね。どのぐらい激しく動いてるかっていうのはね、15分を見ていくとよくわかります。これ見てください。一時期145円を大きく超えて、まあ、225あたりまで行ってますよね。それが次の瞬間、次の15分、さらに次の15分ってなって、今現在140円の737と、まあ、50ピップスぐらいの上下を見せてるわけなんですよ。だからポジションを倍で持ってるとちょっと痛い含み損を抱えることになりますよね。しかもこれ順調にこのまんま上昇トレンドを継続するっていうのは今日に限っては全く分かりませんのでね。だからしっかりと少なくとも午前中はこうやって観察するのが、まあ、よしとするとこだったのかなというところです。で、日経新聞です。円今年の最安値に下落ということでございます。いや、いつの間にか今年の最安値だったんですよね。でも145円ってのは一月半ほど前も出してるはずなんでね、まあ、この表現っていうのは、確かに最安値に再度来たってことなのかな。2度目の最安値ですよね、145円っていうのは。はい。14日の外国為替市場で円が対ドルで下落し、一時1ドル145円前半と2022年11月以来の、安値ドル高水準をつけたと。米国の物価高止まりに対する警戒感が強まる一方、日銀がマイナス金利政策を続けていることで円売りに安心感が強まっている。まあ円安はこれからも続くでしょうけどね。円安がずっと続く中でこういうふうに、一時的な円高の方向への触れってのもあるわけですよ。まあ円高っていうとちょっと誤解されそうですけども、そもそもね、大体この辺りですよ、1週間前。141円とかこの辺ですよ、1週間とか2週間前。この辺にいたのが急速に、先週1週間でズバーっとね、右肩上がりに、この正比例直線を見せてるわけですよね。だから先週は、もう月、倍、火、倍、水、倍、木、倍って感じで、しまいにはね、金曜日も解説はできませんでしたけども、145円まで倍を続けるっていうことでね、毎日倍で取れたわけなんですよ。非常にテクニカルが効きやすい。しかも、上昇トレンドの週だったんで、まあ、美味しいボーナスステージだったかなっていうところですけども、145円になってくると今度分かりませんからね。145円を抜けてさらにね、150円水域まで目指すのか、そうなると常に介入の危機を抱えることになります。つまり、特殊レンジってやつですよね。で、一旦下落して今、ね、下落がこれからもうちょっとしたら落ち着くでしょうけども、143円とか144円とか、前回みたいにね、140円を割るところまで行っちゃうと、もう一回円安の方向に倍で、こうやってね、儲け続けることができるっていう風な、呼吸をするように、吐いたり吸ったりするように、まあ、一方的に儲けれる、上昇トレンドの時と、下落を警戒しながら、ちょっとね、レンジでかましていくところとか、交互に来るのかなっていうところでございます。はい、ということでね、今週はね、まだどうなるのか分かりませんけども、とりあえず145円で多くの投資家さんが自主的に資金の持ちを変えたってことは分かると思います。じゃあ、引き続き午前中の様子を見ていきましょう。今日ね、トレードができるかどうか分かりませんけども、まあ、レンジで落ち着くんじゃないかなと思うんですけどもね、結局はね。はい、じゃあ、また追加します。はい、どうもお疲れ様です。ということで、145円でやっぱり反応するでしょう。これは、介入の、口先介入のね、松野官房長官の発信がなくてもやっぱりここでね反応するのは、まあ、素直な投資家さんの見方だと思います。ですんでこの上昇トレンドに乗ってね倍でポジションを持ってた人はここで駆られてるわけですよ。それがヒゲ先に出てるでしょ。で、ポジションを持ってる方はもうきちんと整理して終わってるわけなんですよね。で、今様子を見て新しいポジションを入れるかどうかっていうところを見てると思います。で、この中でしたたかな方は多くの方がロスカットを食らってる、バイでポジションを持ってる方のロスカットに便乗してですね、セルを入れてるわけですよ。さすがに私はそこまではできませんけども、やっぱりそういう方もいるんだなっていうところですよね。で、週間で取引をされている方、月曜日に、資金を入れて金曜日に決済するっていうタイプの方は、今回乗ってないと思いますね。私もちょっと今週は、月曜日に、ロングっていうかね、長期のやつは入れてないですからね。まあ、引き続き午前中はしっかりと様子を見て、それからね、
勝てる可能性の高いところにくっついていきましょう。相変わらず小判ザメ戦法でいこうと思います。今回はね、FX オリガルヒの、まあ、講義といいますか、コンテンツの一部をこちらの一般公開動画に、便乗させていただきました。それではね、今後も FX オリガルヒの方、ね、皆さんだけで儲けていきましょうね。それじゃあ。